お嬢様、ご機嫌うるわしゅうございます。佐伯くん、はい、羊か劇団のボーカルユニットの名前はご存知ですか？タクトですよね。お、それはわかりますよね、当然。わかりますよ。じゃあ、はい、そのタクトっていうボーカルユニット、はい、メンバー誰ですか？今ですか？はい、今の。ユリの熊野。お、じゃあそこに玉木さんがいたっていうことはご存知ですか？存じてますよ。何年お勤めしてると思ってるんですか？なるほど、なるほど。じゃあ、はい、今スワローティールギフトショップにお出ししている、はい、この羊喫茶トランプを使ってタクトっていうゲームができるっていうのはご存知ですか？知りません。知らない。知るわけないじゃないですか。知らないんですか？知りませんよ。当家の使用人たる佐伯が、はいはい、なるほど、知らないんですって。ドクトさん、私も存じ上げませんが。いや昨日やったじゃないですか、二人で。さんだけです、ね。いや、違う。まあ、そんなゲームもやったような気もしますね。お酒ばっかり飲んでるから。はい。おー、冷たいんだから。まあ、それはそれといたしまして、お嬢様もきっと存じ上げないことかと思いますから、簡単にご説明いたしましょう。はい。このゲームは、まず、親と子に分かれ、3つのカードの中から1枚を選びセットします。そしてこのカードが同じならば子供の勝利、はい、しかし違うカードであったならば親の勝利となります。はい、セットするのはどちらかでも構いません、はい、2人がセットするまでは会話してお互いに自由に腹の探り合いができるわけでございますね。なるほど。何より実際にこのゲームで遊んでみるといたしましょう。では、はい、今回のルールですが、はい、3回戦です、はい、3回行って子が1回も絵柄を合わせる当てることができなければ親の勝利、しかし1回でも絵柄を合わせることができれば子の勝利でございます。はい、よろしいでしょうか？はい、では早速楽しんでまいりましょう。はい、よろしくお願いします。頑張ります。では、はい、早速始めてまいりましょう。はい、じゃあどちらが先にセットするかっていうところからもう勝負は始まってますけど ね、先にセットした方が有利なのか、うん、後にやった方がいいのか。なるほど。難しいですけど、はい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 、同時にやっちゃうのはなんかもったいないですよね。ちょっとカード見えてますね、私から。ちょっと混ぜない。大丈夫ですか？大丈夫ですか？お、え、それちゃんと考えて出しました？出しました。あ、誰ですか？今分かってももうオープンするだけですよ。いやいや、まだセットしてないんで。あ、セットしてない。まだセットしてないんですよ、まだ。あ、これセットしてない状態なんですね。セットって言わないとセットした状態にならないですよ。言わないといけないです。そうなんです。セット。お、セットした。誰ですか？誰でしょう。お。でもこれ、あ、まだ変えられるんですか？まだ変えられますけど。誰がいいですか？誰だったらいいですか？頭さんが出しがちなっていうイメージですと、はいはいはい、熊川さんのイメージなんですよ。ああ、なるほど。なるほど。やっぱこう熊川さんのこのコメディ能力というか、はい、そこに対抗していきたいみたいなことをおっしゃって。いや、対抗していきたいよ。マリアージュ。マリアージュをね、はい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 、目指していきたいみたいな話があるので、やっぱり一番目に出すのは熊川さんかなとは思っているんですけど。じゃあ熊川ですね。じゃあ熊川ってことですね。さようでございます。かしこまりました。じゃあ私もセットします。かしこまりました。セット。では2人ともセットを宣言しました。では結果を見てみましょう。ではオープン。熊川。ゆりの。ダメだった。正解だったのに。そんな成功法で。熊川さんは熊川さん、佐伯さんはゆりのさんでしたので、まず1回戦は的場さんがまずはキープとなりました。ありがとうございます。裏を読みすぎましたね。正直者ですからね、私は。一度でも当てればこの勝利ですからね。はい、では2回戦いってみましょう。はい。はい。次は私、ちゃんと、はい、マットバさんのを待っていきたいなと思います。おー、まあ、最初熊川さんですからね、はいはいはい、2回目も熊川さんとはならないのかなとは。あ、なるほど、そういう手もありますね。思うんですけども、はいはいはい、
いかがですか、お気持ちは。いやいや、もう熊川ファンは正直出したくないですよね。熊川は正直出したくない。はい。なんでですか。いや、だって2回連続出すのちょっと怖いじゃないですか。え、そんなビビっちゃうんですか。いや、怖いですね。あ、そうなんですね。じゃあ、煽りですか。一番聞くな、そういう。じゃあ、わかりました。私、今回が先にセットします。はい。これはどうなんでしょうね。これを、お嬢様だったらどう思われるかですよね。この煽りに乗って熊川なのか、はい、さようでございますね。まあまあ煽られることに関してはまあ弱い方だとは思いますよ。だからチキンで熊川を辞めてしまったのか、かまあ日頃ギフトショップでも一緒にお使いするときにどういう風に見てるかっていうことじゃないですか、はいはい、やっぱ私も信頼してみます。セット、はい、では両者セットでよろしいですね。はい、はい、では結果を見てみましょう。はい、それではオープン。ゆりの正直には言ってくれなかった。大人ですから。やりますね。というわけで、対戦も的場さんの勝利でキープとなります。はい、しかしながら、1回でも勝ってもいいわけです。では、3回戦です。セットしてまいりましょう。はい。どうしますか？さっきセットしますか？いや、これ難しいところですね。順番に出していただいてるので、はいはいはい、あとは要は玉木さんだけ、出ていないの玉木さんだけなんですけども、じゃあ先に玉木セットすればいいんじゃないですか。まあ、出したいですよね、まあ、ちょっと特別感ありますからね。そうですね、お見せもしたいですしね、お嬢様方にね。ありがとうございますね。勝負に勝つことが大事なんじゃなくて、お嬢様方に楽しんでいただくことが大事なので。確かに確かに、的場さんとそういうところは違うので。なるほどね。そうです、そうです、そうです、そうです。あ、じゃあもうこれはセットでいいってことですか。いやでもまだちょっと考えたい。かしこまりました。じゃあ私はこれでセットしましょう。え、なんでそんな早いんですか。いやいやいや、もうだってもう出揃ったじゃないですか。あ、玉木かどうかってことですか。玉木かどうか分かりました。セット。じゃあ私も、はい、改めましてセットです。では両者セットでよろしいですね。はい、ではこれにてゲーム決着いたします。結果を見てみましょう。それではオープン。熊川。ああ、いや、そんな気はしましたよ。と的場さんは熊川さん、佐伯さんは玉木さんで3回連続クリアとなりました。親なる的場さんの勝利です。やった、負けてしまった。いやー、でもこれはちょっと腹探られてるんじゃないかなっていうドキドキ感は常にございましたね。どれだけこうそうしてもらおうかみたいな方法を見せて全然真理を。そうそう、普通に考えたら熊川さんなんですよ、ずっと。なんか3回出しておけばどっかで当たるだろうみたいに思ってる時もあるんですけども、佐伯さんが煽ってるように見えて結果的には的場さんが煽ってる展開が結果的にやられてしまいましたね。いいゲームでございました。いやいや、まあ、でも時藤さんずっと見てますけど、前回の動画も声しか出演してないじゃないですか。確かに。じゃあ一緒に遊んでくださいよ、たまには。確かに。私もですか。いやいやいや、はい、時藤さんもですよ。まあよろしいんでしたら。いやそれでよろしいに決まってるじゃない。はいはい、行きましょう行きましょうよ。じゃあタクト2回戦始めてまいりましょう。おい、タクト、ん、何かおかしいですか。シリアの話に変わってるんですか。さようでございますね。今回は東堂乾芝ということで、執事のトリオで組ませていただきました。このゲームはタクトとは言いましたけれども、いろんな組み合わせを作っていただいて楽しんでいただけるゲームでございますので、まあ、今回は執事のお三方ということでお二人には対戦していただきます。今回は、佐伯くんが親で、時藤さんが子で遊っていただきます。はい、はい、それでは早速始めていただきましょう。私が当てていけばいいわけですね。さようでございますね。さようですね。佐伯さんは芝出場を出したがる傾向があるみたいですから。芝出陣見るとやっぱ出したくなりますよね。まあまあまあ、うん、それはわかる。まあ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 1回以内で出しておかないとという気分にはなります。そうですね、うん、なんかボケのつもりだったんですけど、潰された、大人に潰されたなと思って。みんな大好きですから。ああ、ありがとうございます。1回戦にボケから入るからさあ、で、まあセット。おお、いや、もう設定一緒ですからね、これはね。
直感的に行くわけですね。まあ、それがうまくいくこともございますからね。さようでございますね。はい。そうですね。どう考えても心理戦うまそうな人にね、そんな挑んだところで負けるんですよ。どう思いますか？セット。お、時と筋もセットいたしましたので。はい。それでは、お二人ともご用意よろしくございますね。はい。それではカードをオープン。芝犬。おー、見事佐伯くんがしのぎました。時と筋が思ってたより正直者じゃなかったということですね。そうですね。芝でボケてくるかと思ったんですが、なんで芝を出すことがボケなのか。いや、そうそう、だからそこがちょっとまあどうなのかっていうところはちょっと、1回はしのげてよかったです。はい、まあでもあと2回のうち1回でも当てれば勝ちですからね。そうですね。はい、では2回戦、はい、参りましょう。セット。お、早い早い。え、なんで早かったんですか？もうある程度心理を読んでみたんですが、はい、これが当たったらまあ面白いかなというそれぐらいでございます。お、余裕がある。3回中2回目ですから、ね、なるほど、まあ、3回戦に最後突入してもいいぞという心のゆとり。この時点で何も会話せずに呼び切ったらそれはそれで面白いかなというところもあるんですけど、なるほど、まあ、そんなもんいかないと思いますね。おお、煽られてますね。煽られてますね。全然わかんないですもんね。これは乗っかってみるというか、私だったらこれであったら面白いなという方法で。なるほど、セット。ほうほう。お、じゃあお二人ともセットでよろしくございますね。どっちに対して面白いと思ってるか分かってる。はい、それではカードオープン。芝。やっぱり当てられてるじゃん。だって柴田さんとの追えなくなっちゃった感じありましたよね。そうなんですかね。まあそういう圧がかかったということですかね。逆に誘導されちゃったっていうことですか。押すな押すなみたいなことやられました。なるほど。完全にということで今回は時と筋の勝利でございます。やっぱり強かった。嘘つきが強いです。じゃあ次はティーサロンのトップとギフトショップのトップで頂上決戦でございますかね。性格が悪い人トップですか。いや、性格が悪いんですか私。はい、では第3回戦、今回は時藤さんが親で的場さんが子ということで性格の悪い子決戦です。性格悪い方じゃないんです。え、どういうことですか。頂上決戦ですから、お屋敷の。はい、かしこまりました。ちょっと流すの。じゃあ私勝ったらその白い石もらえますからね。じゃあ私その黄色い石もらえるってことでいいですか。違う、トレードってことじゃなくてですね、あの私がその白い石もらうんで2個になるんです、方法は。まあどちらでもよろしいので。え、違う違う、もうちょっと食いつきなさいよ。申し訳ございませんでした。今回はどういったカード、どういった使用人のもので。おい、霧島、ひなもり、室井の3枚でございますね。こちらは元気がいい、はい、カウントダウンでもございましたけども、マッスルイリュージョンチームということで。ああ、なるほど。三者三人衆でございます。筋肉の三人ということでございます。まあ、かしこまりました。いや、お二人。なるほど。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。これは私は時藤さんに心を合わせればいいんですもんね。私は親だから三回しのげばいいと。はい、でございますね。時藤筋これ出したいだろうな。出したいだろうなと思いますね。なるほど。これだと思いますね。霧島さん出したいだろうなと思うんですよね。一気二人で出しました。まあもう付き合いも名号ございますからね。まあ、釣られてみましょう。そういう。なるほど。素直に、はい、お二人ともセットですか。はい、セットで。私もじゃあセットで。かしこまりました。はい、では参ります。オープン。室井。なるほど。時藤、まあ、さんが言われた通り素直に。ね、臭いですね。あれ、なんで室井にしたんですか。いやいや、霧島出したがらないかなと思いました。あんまり煽られて霧島出したがらないだろうなと思って。的場さんは出すだろうみたいな。ちょっと霧島くんは嫌うだろうなと思って。なるほど。そこは譲らないと思います。なるほどなるほど。見事時藤さんの勝利ということで、では次参りましょうか。2回戦です。2回戦。はい、2回戦ですね。参りましょうか。はい。参りましょう。参りましょう。1回は霧島くん出したいでしょ。まあ出したい親心はございますね。もう親うん。ございます。特等出場も自分からこれ出したいみたいな。そ
この3人ですとね、うん、まあそれぞれ元気ないい子ですから、まあ、1回ずつ出してあげたい気持ちにはなりますけど、確かに確かに、お嬢様にそのお顔を見せてあげたいと、はい、お二人とも1回ずつ出してあげたいというのは変わらないっていう、まあ、まあまあそれは気持ちはございます、ありますね、うん、ありがとうございますね、うん、じゃあ、ドキドキ先に出してみますか。私、さっきセットを先にしたんで。まだいいですか？はい、どうぞ。好きなセット。お？お？誰出しました？どうですかね。はい。渡辺さんの戦略を見る限り、はいはい、言葉の裏をつくパターンが多いのと、うん、同じカードを出すことを意外と好むんですよ。というのがありますから、少しいろいろ考えてみました。じゃあ、それに一回乗っかってみましょう。はい。セット。セット。はい。では、両者で揃いました。参ります。オープン。室井。いやー。いやー、そうですか。ですね。だ結構ちょっと熱くなりすぎてしまったところございましたけどね。ちょっと時と筋の心読みたかったっていうのがちょっと強くなってしまいましたね。そうですね。うん、霧島くん2連続にしようと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱり室井くんと。はい。平森君も出したくなっちゃいましたね。ですね。あ、これちょっと面白い勝負でしたね。明日からあなたがハウスショートなんで。いや、そうですね。石2個もらえますから。私がメートルバントールになりますから。いやいや、交換はしないんです。お嬢様、ギフトショップで明日もお待ち申し上げております。おかしいです。はい、はい、というわけで、タクト終わりましたけれども、はい、はい、いかがでしたか？惨敗。ちょっと向きになりすぎたかもしれないですね。じゃんけんみたいなゲームですからね。まあ、さようでございますね。勝ちも込めば負けも込みましょうと思う。さようでございますね。年長者の方々の、上級職の方々の大人げなさという感じのバトルだったなって。それはちょっと、確かに反省かもしれませんね。未来ですからね、私一人だけ。ボコボコにしてやられました、ね。でも楽しくなかったですか？大変楽しく遊ばせていただいて、うん、いやー、よかったです、よかったです。で、今持ってるカードなんですけども、ここも、お、3人じゃないですかっていうことで、ここの3人の3枚でも遊んでいただけますよということでございますので、ぜひお嬢様にもこのゲームで遊んでいただきたいと存じますね。ですね。いろんな3人組作っていただきたいですね。確かに。楽しく。お嬢様の選んだ3人組を使って、はい、ぜひこのゲーム、お嬢様も楽しんでみてくださいですね。ではまた次回のゲームでお会いいたしましょう。